はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使、続きをプレイしていきたいと思います。でですね、一旦毛利側と合戦をしていたところなんですが、停戦和睦をして、兵をね一回休ませましょう、中国地方の方は。で、対武田北条、このあたりをね、今回は少し手こ入れしていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはね、武田を攻略していきたいなというふうに思ってるんですが、武田の方もね、6万まで兵を回復してきてますんで、それこそね、本当に総力戦で、武田を潰しにかかりたいなというふうに思っています。ではまずね、ちょっと歩兵をかけて戦力を整えましょう。先月の終始でございます。早速、まずは毛利に関しては一旦停戦をしておいて、その間にね、武田潰しをするというところになります。で、対武田に関しては、前線基地で歩兵をかけておきましょう。一騎が発生してるよね。そうだそうだ、前回ちょっとお話しましたけど、一騎が発生してるところは兵が出せないのか。ここはちょっと誤算だったな。かしこまった。前線では確かに一騎が発生してましたね。そうなると兵が思ったより集まらないのかな。ちょっとここは本当に誤算っていう形になっちゃいますが、まあ、毛利には僕の使者をもう出してしまいましたからね、しょうがないですね。報告いたします。先月の終始でございます。これより表彰を行う。ここは本当みんな言うこと優秀だよな。これで表情を終える。まあ民衆が上がるようなところをね、少し入れておきたいなと思ったんですが、今回入れられるようなのはちょっとなさそうですね。精鋭騎馬だけ入れときますか。そういえば最近ちょっと買い物をしてなかったので買い物しましょう。取引を行いましょう。取り計らいます。かしこまりました。ありがとうございました。なんとかね、一騎を沈めたいところなんですが、報告いたします。先月の終始でございます。ではそろそろ8月になったので、武田に対して兵を起こしましょう。まあさっき見てもらった通り、少しばかり前線で兵が集まらないという危険性はあるんですが、まあそれにしたって圧倒的な兵力を持っているので十分に撃破できるかなというふうに思います。では早速行軍していきましょう。兵を二手に分けましょう。まずはどうしようかな、どっから攻めるかだけど、まあ、南北両面から行きましょうか。まあ、ここに信長率いる本体、これが92,500、かなりでかい兵になりますが、ちょっとね、鉄砲隊を多く入れすぎるのもどうかなと思うので、鉄砲隊の数を3体にまで減らしましょう。4体ぐらいいるとね、ちょうど数的には戦いやすいんですが、もう1軍団も引き入らせて出陣させたいので、そちらの方に鉄砲を入れるって考えると、まあ3部隊がいいところかなと思います。一方じゃこちらの方は中之条を攻めましょうか。
ここはカズマスの舞台になりますね。鉄砲隊がここもちょっと多いかなっていう印象があるので、鉄砲隊をちょっといくつか外していきましょう。あと石川和正の舞台が3800、いいな、大人が3200か。ちょっと数的に、まあ、寂しいかなっていう印象はありますが、まあこれでとりあえずはね、兵を起こしていきます。北条からの援軍がおそらく武田の方には少なからず入ってくると思うので、そこをね、まあどうかわしていくかっていうねことになると思いますんで、取引を行いましょう。取り計らいます。包囲せよ。まあ、ここは長宗我部と山名に関しては山名につくでいいと思うので、まあおとなしくというか普通にというか山名についておきましょう。で、兵を貸してくれっていう案内に関しては、まあ今はね中国地方の方に兵を進める予定はないので、そのまま全ての城を貸し出しちゃいますか。で、代わりに鉄砲をもらっておきましょう。かたじけない。待て。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を行う。まあ、秀政、前回めちゃくちゃみんな、いい提案をしてくれた分、こうなってくるとね、ちょっと寂しさが出ますが、まあ、総戦術入れとく？じゃあもうそろそろ観念して、本当にやることがない時にやろうと思ってたんですけど。さあ、では、早速ね、兵を動かしていきたいんですが、信長をどこに動かすかだな。行くぞ。まあ、問題はね、その陣をこちらで取っておきたいなっていうところに限るので、どこで陣を取るかだな、張るかなんだよな。出陣する。ちょっと難しいな、合戦に及ぶとしたら。砥石城にちょっと迂回して、砥石城を攻略してみますか。それで信玄の本体8万を釣り出しましょう。武田からの交渉、桂尾城、織田家に譲渡。まあこれは飲みますか、一旦飲んでおいて、いや、ここは頑なに信玄の講和の条件を拒否しましょう。まあおそらく武田の方もそんなに長くはね、我らとて負けられぬ兵糧が持たないんじゃないかなと思いますからね。敵の兵糧が尽きているんじゃないかと伺える今こそ、ガシガシ攻めて進め、行きましょう。行くぞ。進め。一人たりとも逃すな。で、ここで謙信も信玄に宣戦布告しましたね。こうなると謙信との城の奪い合いになる形になるかな。先月の収支でございます。で、長宗我部
軍 VS 山名という名の浮田軍ですね。ここはやっぱり浮田が強いな。毎回あそこ勝ちますよね。取り囲め。受け入れよ。信長が作る新しい軍をガシガシ手を進めていきます。進め。カズマス VS 雪高か。ここは自ら采配を振るって確実に勝ちをもぎ取りましょう。まあ、敵の布陣がわからないんですが、味方は鉄砲隊が4部隊入っているので、まあ、おとりとかね、そういうものは使わずに無陣形でいきましょう。で、鉄砲隊の前に敵を釣り出すっていう作戦ですね。さあ始めようか。始めるぞ。名簿覚悟せよ。鉄砲隊がどのくらい効いてくるかっていうのはあるんですが。ご命令を。ご命令ください。始めるぞ。命令してくれ。始めるぜ。ゲチオ始めるぞ。ゲチオ始めるぞ。ゲチ我に続け。そうなんだよね、山が多くて見通しが悪いんだよね。そうなると必然的に鉄砲隊があまり効いてこないんですよね。そうなるとだ、ちょっとこれ山の頂上まで登っちゃった方がいいんじゃないかなって感じもするな。ここまで行くと射程が一気に伸びますもんね。ちょっと前に出て射程を伸ばしましょう。始めるぜ。覚悟せよ。陣があるのにね、もったいないんじゃないか説もあるんですが、ここに居続けてもちょっと鉄砲隊が有効に働かないので、あえて兵を前に押し出していきましょう。早い、敵の動きが早い。思ったより全然早い。攻め込め。この策どう？手加減できるほど器用じゃないんでな。覚悟しろ。ゲチオ覚悟せよ。ご命令を。ちょっとここでナオトラの鉄砲隊が生きてこないな。ゲチオ覚悟しろ。ゲチオ命令してくれ。始めるぜ。ゲチオここはね、どうしても騎馬隊とか鉄砲隊がうまく機能しない感じにはなってきますね。覚悟せよ。振り上げた軍略見せてくれよ。放て。敵の居所が分かりました。やりたい。前。ちょっと押されてるんだな、むしろ。この策どう？行こうか、松風。覚悟なき者に負けはせぬ。覚悟せよ。ご命令を。みんな力を合わせよ。覚悟しろ。ちょっと戦ってる部隊が少ないかなって感じになってるんですね、今これを見ていると。行こうぜ。始めるぞ。この策で敵を欺く。まあ、牙とかもここでちょっと有効に働かないですもんね、この位置だと。せめて陣がある有利性を生かして戦意で押し切りましょう。格の差思い知るがよい。
のです。放て。この策どう。王道様お聞きくだされ。命を始めよう。策がございます。下地よ覚悟しろ。ご命令。策のある者がいるようです。始めるぞ。ゲチよ、さあ行こうぜ。突き崩せ。策がございます。甘く見られたものだわい。これにて幕とさせていただこう。やりたい。おい。敵の居所が分かりました。この策どう。ゲチよ覚悟せよ。始めるぞ。我が策ご覧ください。策がございます。ちょっとナオトラの位置が不利な位置になってますね。今のところようやく鉄砲隊が戦車できる位置にみんな揃ってきたので、ここから逆転を狙っていこう。振り上げた軍略見せてくれよ。敵の居所が分かりました。このままでは。今は引こう。放て。この策どう思う。この策どう思う。ゲチ始めるぞ。我が策これに。我らの勝ち揺るがぬぞ。まあ鉄砲がね、生きてくるとだいぶ戦局も有利に進められますね。我らが力示すは今だ。我が力思い知るがよい。策がございます。策のある者がいるようです。振り上げた軍略見せてくれよ。一旦引こう。一度引くぞ。敵の居所が分かりました。一旦引くぞ。今は引こう。そしたら一旦士気の減ってる部隊は引かせましょう。ここで回走車が出ると少し戦局が、もう出番か。ご命令ください。せっかく有利に進んでるのが台無しになってしまう可能性があるので、一旦ね、崩れかけている味方部隊は逃がします。この策で敵を欺か。策がございます。時には大胆に攻め込まねばな。ここは引くのだ。さあもう一部隊回想に追い込めればどうだろう。決着がつきそうな気もしますけどね。始めるぞ。策がございます。あるいはまあその完全に壊滅させるっていうの手なんですけど、敵の方はね一体一体の数も多いんで、そう簡単には壊滅に追い込めないので、やっぱり一旦回想させて、それでもって今ねちょっと決着がつきましたけど、繊維ゲージを削る方が効率がいいですね。志果たすまで決して負けはせぬ。かたじけない。さあこれで富士で吉田城まで取ったので、この後は一気に筒子ヶ崎館まで数正の兵を進めましょう。行くぞ。出陣するぞ。
そしたら謙信の軍と武田領の奪い合いが始まると思うんで、報告いたします。強行に切り替えて力攻めでどんどん落としていきましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。ちょっとね、鉄砲の無駄遣い消耗になっちゃうんですけど、今謙信よりもちょっとでも多く城が欲しいので、進め、強行強行でどんどん城を奪っていきます。取り囲め。もうね、武田の方に一大決戦に及ぶ戦力が残っていないと思う。包囲せよ。我が野望、何人たりとも止められぬ。かたじけない。ではさらに信長の軍を、そしたら沼田城まで一気にチョーク攻めましょう。進め。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。かたじけない。ここはね、作業的な感じの動きにはなっちゃうんですが、本当にね、謙信よりも早く軍を動かさないといけないので、信孝信勝ですね、この辺りは。まあ、信勝と信孝は、なんかその生まれた順番が結局のところ、そのお母さんの身分によって入れ替えられたとも言われてますけどね。長吉はさすがにいい面構えをしてると言われてますけど。しのちゃん。しのちゃんが養女として嫁いできましたけど。だいぶ武田も弱ってきているので、このまま一気に武田の城を落としましょう。で、武田の城を落としたら一旦兵を休めて、再び毛利の方に向いていきたいと思います。ちなみに、そういえば毛利、長宗我部、この辺りをね、叩いておくチャンスっていうのはそうそう来ないと思うんで、気が来たタイミングで一気にね、叩いておきましょう。で、北条の動きも怖いですからね。お、村上義明だな。まあ、この辺りは今ね、信濃の方を切り取っていってるところなんで、戦闘力の高い武将がさらに集まってくるんじゃないかなと思います。武田はもう残るところ3つかな。取り囲め。ここは正幸か。正幸であれば確実に勝つためにここも合戦の指揮を取りましょう。しかも雨が降ってんのが嫌な感じだな。ただ平城ではあるんで、戦いやすいは戦いやすいですね。雨が止むタイミングを待って、こちらとしては鉄砲隊による制射を行っていきますか。命令してくれ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。ちょっとあそこが丘になってるな。丘の上まで登っちゃった方がいいね。川を渡ったとしても、その方が鉄砲隊の射程が生きてきますね。ご命令ください。始めるぞ。ご命令を。みんな力を合わせよ。都会しちゃいましょう。先にね、覚悟しろ。都会することの不利もあると思うんですが、ここは鉄砲隊の射程を生かしたい。行こうぜ。覚悟せよ。
月夜始めるぞ。さあ、あとはどっちが先に山の上に登るかですね。敵の居所が分かりました。命令してくれ。さあ行こうぜ。始めるぞ。ゲチ。始めるぞ。放て。のあるものがいるようです。お、もう出番か。命を始めよう。ご命令を。ちょっと雨が降ってるっていうのがこちらとしては嬉しくない情勢にはなってるな。覚悟せよ。策がございます。今こそ鉄砲隊に突撃させるのはちょっと愚策だったな。まあ今更だ。戦の仕方教えてやる。雨が止んでくれれば鉄砲隊の強みが存分に活かせるんですけどね。ちょっとまだそこには至らなそうですね。行こうか松風。陣が一つ潰されたな。負けてやる気はさらさらねえぞ。策のあるものがいるようです。おどし、お聞きくだされ。どうしてもやっぱりここは覚悟せよ。鉄砲隊ありきの戦いになっちゃってるからね。ご命令ください。始めるぞ。命令してくれ。始めるぜ。ご命令。始めるぞ。策がございます。ゲチ。あらて。まあ幸い敵は敵のそんなに戦意が高くなさそうなので。潰しやすくはありますね。策のあるものがいるようです。この策どう？この策どう？正幸はさすがに強い。おどし、お聞きくだされ。我が策これに。我らの勝ち揺るがぬぞ。我が策。さあ、じゃあここからも鉄砲ガンガン打ち掛けていきましょう。命令してくれ。始めるぜ。我が策ご覧くだされ。この策で敵を欺か。まあ陣を3つのうち2つ潰されちゃったんで残り1個しかないんですけど、雨さえ止めば鉄砲隊の力が生きていきますからね。敵の居所が分かりました。今は引こう。攻め込め。我が策これに。我が策これに。我が策ご覧ください。我が策ご覧ください。策がございます。始めるぜ。我が策ご覧ください。ゲチ。ご命令を。覚悟せよ。未熟者よ、覚悟はよい。やりたい。前いい風だな。行こうか松風。敵の居所が分かりました。もう 2,3 部隊いつもね、これにご命令ください。階層に持ち込めれば戦局は決まるかなとは思います。始めるぞ。ご命令。あとは正幸を追撃しましょう。我が策ご覧くだされ。始めるぞ。この策で敵を欺か。我らが破れるとは。このままだ。よし、雪高も撤退に追い込んだんで、
あとは時間の問題かな。我が策、ご覧ください。命令してくれ、始めるぜ。ゲチュ、今は引くぞ。よし、これで決まるでしょう。正幸の部隊を撃破したんで、まあ、なんか一益と正幸のね、この感じすごく因縁深いものというか感じますけど、さあ国峰はこのまま強行して一気に城を落としましょう。もう武田は滅ぼします。名門武田をここで費やしましょう。行くぞ、我に続け。太政大臣信長誕生だな。まあ、実際信長はね、太政大臣をこう打診されたのを一旦保留にしたと言われてるらしいですね、一説によるとですけど。何人たりとも止められる。さあここで信長も騎乗させましょう。兵糧の節約ですね。で数正は強行して身の輪を落としましょう。負けられぬのでな。で基本はもう全員登用します。信玄はじめ正幸、馬場信春、いやー、そうそうたる面々がこれで一気に信長の陣営に加わりましたけど、はい。というわけで、今回はね、名門武田を滅ぼすところまでプレイを進めてきました。いかがでしたでしょうか。次回はね、この続き、再び兵を西に返して毛利攻めを行っていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。